解決進む明。解決進む明。解決まさてる。1948年2月16日から2014年5月18日は、花籠部屋所属の元大相撲力士。最高位は、東大関。本名は、西森明門、西森照之。特異種は、突っ張り、左四つ、より。 身長 188cm、体重 130kg、黒いダイヤや解決黒ずきん、クリーン大関の異名がある。血液型は AB 型。引退後は、年より、離れ駒として離れ駒部屋の師匠となり、日本相撲協会第11代理事長、在任期間、2010年8月から2012年1月、を務めた。日本大学分理学部中退。 山口県岩国市に生まれ、小学校3年生まで岩国市で過ごし、その後は日本大学分理学部に進学するまで下関市で過ごした。小学校の頃は野球に興味を持っていたが、足が遅かったので、下関市立日清中学校時代に柔道を始める。この時期は土地の若時代前世紀であり、後に同門の先輩となる初代若の花を、 テレビで応援していた。山口県立下関、中央工業高等学校では、柔道部の首相になった。高校の柔道部の仲間は、相撲大会の時期になると、回しをつけて相撲大会に出場するのが恒例行事だったが、回しをつけるのが嫌で3年間一度も参加しなかった。行動館で行われた、紅白試合で6人抜きを達成して、 行動官三段と銀杯が与えられるなどの実績を上げ、特待生として日大に進学した。将来の逸話代表と目された一方その素質を見た、講演者の勧めで、花籠親方、前三、大の海がスカウトに動き、一年生の夏休み前に、本人を部屋に呼び出し、相撲部屋に入門するときは、花籠部屋以外には入りません。なる、誓約書を書かせた。 本人は相撲取りになる気などさらさらなく、ならないならば花籠部屋に入ることもないという気持ちで、書いたが、この制約書で花籠親方が両親を口説き落とし、青森県警の稽古のアルバイトから帰った本人を、相撲取りになるよう説得した結果、いやいやながら、相撲取りになることを受け入れ、日大を一年で中退して花籠部屋に入門し、1966年、 昭和41年9月場所で初土俵を踏んだ。初めて番付に乗った11月場所では、女の口を7000前勝で優勝し、翌1967年、昭和42年1月場所では、女2段で6勝1敗の好成績で、3月場所には3段目に上がった。しかしどうしても相撲に馴染めないため、その年の8月末に部屋を脱走して、 いとこの家に隠れたものの、すぐに追っ手に発見され、部屋に連れ戻された。今度こそ相撲取りをやめる決心を固め、親方に、やめさせてくださいと挨拶したが、体制の反対を押し切って、相撲取りになったのに、一年でやめるなら、その人たちに、もうやめましたと挨拶して来いと言われ、今更柔道界に戻ることもできないと諦め、部屋に残ることにした。三段目でも七戦前勝を記録し、 1968年、昭和43年3月場所で幕下に昇進したが、そこから少し伸び悩み、十両昇進は1970年、昭和45年、1月場所まで11場所を要した。その場所では、場所の直前に風邪をひいたこともあって四勝十一敗と大きく負け越し、2場所幕下に下がって、再び十両に返り咲いた。またこの年、花籠部屋に、 和島が入門してきた。当初は、本名の西森番付では、森は牧館に、狂人で書かれたを名乗っていたが、十両に昇進すると、花金という四個名に改名。所属する花籠部屋と、故郷岩国の金体郷から一文字ずつ取り名付けられた。しかし、本人は、花金は自分には合わないとして嫌ったため、短期間で改名することになり、おかみさんによって、 解決と命名される。実際には本人の昼寝中に新しい仕込めをおみから複数提示され寝ぼけながらも別の候補を選んだが昼寝から覚めると解決に決まっていたという。最初は戸惑ったもののこれが昔中国で活躍した武将の名で勝負師にふさわしい仕込めであることを知って大いに気に入ったという。1971年 昭和46年9月場所に新入幕、この場所は7勝8敗と負けこそが幕内に留まり、11月場所は千秋楽まで8勝6敗と、勝ち越していた。千秋楽の日、病床の父親から珍しく応援の電話が入り、電話を切って10分後に、母親からお父さんが死んだ。との電話を受け、気持ちの整理がつかないまま土俵に上がったものの、黒姫さんの強烈な、 内釜カマに突き飛ばされた。すぐに郷里に戻り、葬儀を行ったが、その時葬儀場に並んだ、山口県知事や岩国市長、講演会長や相撲協会などからの花輪が並ぶ、盛大な葬式を出せたを見て、初めて父親に勧められて、相撲取りになったからこそ、これだけ盛大な葬式を出して恩返しすることができた。相撲取りになってよかった。 と感じ、以後は相撲に熱が入るようになった。続く1972年、昭和47年1月場所は7勝8敗に終わったが、3月場所は絶好調で横綱、北の富士と、この場所を関取りとなる関分け、長谷川らを倒して12勝3敗、長谷川との優勝決定戦では作戦にはまって負けて、初優勝はお預けとなった。この頃から島、 高野花と並んで、阿佐ヶ谷トリオとして注目され、特に解決は、その真面目な性格と撲突とした優しいお兄さん的な、顔立ちが女学生に受けて、絶大な人気を博した。1972年5月場所は、新三役となる小結びに昇進して11章を挙げ、輪島、高野花、三重の海らと共に時代を担う、大関候補として、麒麟三先がけと称された。 また、この場所のエピソードとして、9日目に、大関、大麒麟との取り組みで曲げを引っ張られ反則勝ちとなった一番がある。その後2年間は三役に定着して何度も二桁の成績を上げて、大関目前とされなら、なかなか壁を越えられなかったが、その中で三段目時代から6年間付き合っていた、一般女性と1974年、 昭和49年9月場所前に結婚したことで、それまで問題だった、精神面が次第に充実してい、同年、11月場所には、西張り出し小結で12勝3敗、輪島の援護射撃もあって相星で並んだ、決定戦で弱いと評判の横綱、北の海との優勝決定戦で、一方的に突き出して初優勝北の湖とのその一番は、詳しく、説すると、 硬くなった北の海が立ち合いから突っ張ったものの少しも足が前に出ずついで刺した左を解決に右から追っつけられるとまともに引いてしまい解決はこの木に乗じて激しく突っ張り一気に突き出したという流れであったこの優勝パレードのオープンカーでは横綱が騎手になる前例はないという親方衆の反対を押し切って和島が騎手を務め 我がことのように嬉しそうに優勝期を支えた。翌1975年、昭和50年1月場所でも11勝4敗の好成績を収め、3場所通算で30勝15敗優勝1回の好成績により大関に推挙された。なおその2場所前の1974年9月場所で、解決は7勝8敗と負け越している。年6場所制以降、 大関昇進力士で、大関昇進前3場所間に、負け越しの場所があるのは他に、若葉黒がいる。新大関となった1975年3月場所は11勝4敗、翌5月場所は、この場所で優勝した北の湖を千秋楽に破り、12勝3敗とし、優勝1点差で辞典となった。綱取り場所となった7月場所は8勝7敗と不調。 この場所の11日目が終了した時点で4勝7敗と、後がなくなった状況でもなお球場を否定する意向を示したところ、報道陣が信じてくれないため、力士は土俵終わってこその命。球場は試合放棄と同じと勢いで発言してしまったが、先週楽まで4連勝と挽回して勝ち越した結果、名言として残ることとなった。肘の故障で得意の攻めが出せず、 続く9月場所、11月場所と2場所を連続で6勝9敗と負け越し、大関から陥落した。10勝すれば大関復帰となる、翌1976年、昭和51年1月場所は7勝8敗と負け越し、同年、5月場所には、全頭6枚目まで下がったが、この場所で10勝を挙げ、関東賞を受賞した。さらに、9月場所では、 全頭4枚目で14勝1敗で2度目の優勝。元大関の平幕優勝は、史上初、11月場所には関脇に復帰して11勝4敗。1977年、1月場所も11勝4敗の好成績を収め、3場所通算で36勝9敗の好成績により、若見杉と共に大関昇進が決まった。 この時帰り咲きとなる解決にも、新大関と同様に死者が送られ、昇進伝達式が行われた。大関特例復帰制度によらず通常の大関昇進の場合と同様に、番付編成会議を呼び、理事会の決定により大関帰り咲きが決まったため、伝達の必要があったためである。当時解決本人はその時、一度大関の名を汚しちゃったので、 工場で何と言えばいいのかなぁと言っていたらしく、大関の名を汚さぬようにおけ、慎んでお受けしますとだけ答えた。なお、大関は2場所連続負け越しで関脇に陥落、直後の場所で10勝以上すれば即復帰できるという、現行の制度ができて以降、大関陥落の翌場所に10勝を挙げられず後に大関復活を、果たした力は、2017年現在まで、解決ただ一人のみである。 しかしながら、大関に戻ってから2場所連続で8勝7敗の成績が続き、その上またしても肘の故障に悩まされ、1977年7月場所で6勝9敗と負け越し、9月場所も5勝10敗と連続して負け越してしまい、最大関から転落した。1977年11月場所で、再び大関特例復帰を目指したが、6勝9敗と、 またしても負け越した。その後解決は三度目の大関昇進、二度の大関復活を目指すも、1978年、昭和53年5月場所で小結びに復帰するのが、精一杯で、好成績を上げることはほとんどなくなった。他、高野波と土地あも二度大関陥落、そのうち土地あが、史上初の二度大関特例復帰を果たした。 大関再開落後も解決は、横綱や大関との名勝負を繰り広げたが、1979年、昭和54年に1月場所11日目で、ついに現役引退を表明した4勝7敗、引退当日の不先輩は除外。初土俵以来一度の休場もなく、引退発表の席では、13年間、精一杯にやってきて、悔いはない。と、笑顔で語った。 引退する前年の九百七十八年、三月場所七日目、大関、朝日国との対戦で、水入り、再水入りでも勝負がつかず、両者に休憩時間を与えるために、当日の結びの一番、北の海青、葉山線を先に行った後、十分後改めて取り直し、その取り直しの一番もまた三度目の水入りとなる、寸前に、救い投げで勝ち、合計十分十九秒にわたる、 大熱戦の一番があった。この相撲は、打ち出しが18時25分に達し、NHK の相撲放送延長の新記録となっている。ちなみに解決は、この一番の前日の6日目、大関、若見杉とも水入りの相撲を取っており、この時は敗戦、朝日国も水蔵園で場所前に退院したばかりであった。この場所は、大の国が解決のうちで主として花籠部屋から、 初土俵を踏んだ場所である。度重なる負傷により、甲府町の波が激しかった。特に左肘の状態がひどく、相撲を続けている限り感知しないとまで医者に告知されていた。このために、大関から二度陥落したが、その負傷さえなければ、横綱になっていたという評価は現在でもある。戦術の通り、球場は負けだとの名言、試合放棄だといったこともあるを残した。 この発言については、引退直後の手記で、体が全く動かないなら話は別だが、土俵に上がれるのなら、かつ、可能性はわずかでも残っている。球場はそのチャンスを、自らの手で断ち切ってしまうことであり、可能性がある以上は全力を尽くすべきである。と述べている。不調で黒星が続いても決して休まず戦う姿は、 ファンの人気を集め、大関補助会に入らず生涯がんこを貫いたことで、周りからは変人扱いされたという。これについて、本人は、各界はちゃんと生きようとすると変人と思われる。世界だが安木に流されてはダメだという発言を残している。力士である前に立派な社会人でありたいと発言したとも伝わり、このような真面目で誠実な人柄は、 相撲界においては真面目すぎる個性のない力士と評される向きもあったが、土俵態度の誠実さも相まって、力士の手本と評され名王関と呼ばれた。また腰が高いという欠点もあって、相撲解説者、玉の海梅吉は、嗜名をもじって、解決は未解決だねと語っていた。どうやら強弱の差が激しく、強みと弱みが表裏一体であるといった意味だったらしい。 当時の子供の間では、その嗜名から、かい、かゆい血、尻とも言われた。また、ある時、風呂場に石鹸がなかったため、ママレモンで体を洗い、股間がただれたことがある。同郷である元首相の佐藤栄作が、現役時代の後援会長を務め、結婚時の仲人は、佐藤の義理追いである、安倍慎太郎が務めた。引退後は年寄り、17代離れ駒を襲名し、 1981年1月28日に、花籠部屋から、文家独立、花籠部屋から信号一つ西の阿佐ヶ谷南に、離れ駒部屋を創設した、この時移籍した、内弟子の中に、後に、第62代横綱となる大の国がいた。その後、弟弟子で12代花籠を継承した和島が、借金の担保に年寄り名跡をあてがうという事件が、 発覚して廃業すると、一門の総帥であった、双子山親方、横綱、初代、若の花に指名されて花籠部屋の弟子全員を引き取ることになり、離れマ部屋は、小部屋から一気に、欧部屋へと躍進した。育てた関取は、横綱大の国以下十一人を数え、阿佐ヶ谷勢の一角を担った。師匠としては、弟子には特別なことは要求しない。社会人として、 迷惑をかけない。それだけは頭に入れてほしいという思いで指導した。稽古は厳しく、元三段目の駒京、田中健介の証言によると、多い日は150番も取らされたという。大野国の大関昇進披露宴では、引き出物に内裏の工事園を配り、相撲協会関係者や相撲記者を驚かせた。引き出物は、押し入れの奥にしまうことが多いので、 役に立つものにしたかったという考えからだったという。大野国は、叱るとき、相撲界は、こら、と一発、原稿喰らって、済むようなことが多かった中、師匠は、理論的に、リズメでくる。字に、心の像を打ち抜かれるくらいの言葉で、ちゃんこも喉を通らない状態になったこともありますよ。それは、私が横綱を張っていた時でも、変わりませんでしたと引退後述べている。 クリーン解決と称された、現役時代に見せた誠実さは年寄りになってからも評価され、引退後1年で審判委員に抜擢される。1992年、出羽の海理事長就任と同時に、協会の常勤役員、役員待遇として事業部副部長、広報部副部長など、執行部の要職を十数年にわたり務め、相撲界の論理でなく、外部の人との温度差を埋め、 対等にきちんと話をして渡り合う交渉窓口となった数少ない親方として高く評価された。1996年の広報部副部長時代には NTT によるインターネット事業案件にいち早く着眼し試験的な段階で相撲関連サイトを立ち上げさせた。まだ窓口や電話での販売形態が主だったチケットピアがネット販売の方法を模索していた時に 相撲協会がその先駆けとして、モデルケースとなった。2006年1月場所後に、理事へ昇進し、審判部長の養殖についた。しかし2006年7月場所で、優勝時点ながらも4場所連続で13勝以上、下大関、白鵬の横綱昇進と、3場所通算で34勝した、宮城山の大関再昇進について見送る、胸の発言をし、角化から、 大きな反発を招いた。白鵬の直前3場所の成績、13勝の優勝同点プラス14勝の優勝プラス13、勝の優勝1点差は離れ駒親方の弟子、大野国の横綱昇進時の成績、15戦、全勝優勝プラス12勝の優勝1点差プラス3勝の優勝1点差を上回り、宮城山の直前3場所の成績、 34勝11敗は解決自らの大関昇進時の成績、優勝1回を含む30勝15敗を上回るものであり、その整合性のなさが指摘された。しかし横綱昇進に関しては、形式上は番付編成会に及び臨時理事会で討議されるものの横綱審議委員会が事実上の昇進決定を下す機関となり、また横審議委員会も当時は、 原則的に、大関で2場所を連続勝ちに、準ずる成績というものを採用しなかった。また大関昇進に関しては、その時期における大関の人数、昇進に向けての機運などにも左右されているが、宮城山の時はすでに大関が5人いる上優勝がないという状況であった。審判部長時代には3章先行で一つの賞に、複数人へ推挙、授与があり、 最も的確な力士の単独受賞が望ましいのではと提案した。2010年8月12日、大相撲野球賭博問題などの責任を取って辞任した武蔵川明理,理事長の後を受け、第11代日本相撲協会理事長に就任。現役時代のクリーン大関と言われた高潔さと、長年執行部で発揮した事務処理能力の高さを認められたことによる、 理事長就任だった。理事長就任以降は、公益法人以降をめぐって議論が本格化してゆき、自身も各自の年寄り名跡を協会が2000万円で買い取る一括管理案、最高議決機関である理事会の半数を外部で占める試案などを提唱たが、外部役員や外部有識者の意見を尊重しすぎたという表があり、大多数の年寄り州は理解を示さなかった。 2011年2月、八尾町問題が発覚、3月の大阪場所開催を中止、続く5月場所は入場無料で NHK による中継もない、前代未聞の技量審査場所を決断、相撲協会最大の危機の中、諸問題の処理に当たった。糖尿病による疑案で山のような書類と格闘し、降りかかる難題の連続に体力を消耗しながら、粘り強い対話で、 改革のレールを敷いた。文部科学省へ協会としての対応を報告するため、出向いた時、区切りがついたら、責任を取って辞任する意向を示したところ、文科省の官僚から、あなたの首はいりません。と引き止め、八尾町を一切しなかったガチンコ大関、解決が八尾町問題処理に取り組む運命の皮肉と、報道された。2012年1月場所後に退任し、 相談役に就任。2013年1月場所が協会員として最後の本場所となったが、定年、定年。イカ道を迎えるにあたっての記者会見や NHK へのテレビ中継の解説、中入りの時や取り組みの合間に、自身の足跡を振り返るは一切断り、自分が辞めさせた力士や親方に申し訳ないと、理事長経験者の定年後の甘下り先に、 定着している相撲博物館館長の席も元と、武蔵川理事長に譲り、NHK から提示された特別解説者の依頼までこじ、相撲会から足を洗った。最悪の時代を乗り切った最大の功労者であると、同時に最大の犠牲者と言われ、理事長、在職1年5ヶ月は最短だが、存亡の危機に大相撲を救った期待の名理事長と評価された。 同年2月7日に離れ駒部屋は閉鎖して、所属力士らは弟子の小野国が創設した柴田山部屋に移籍させ、自身は2月15日に定年退職した。2014年5月18日午後2時10分頃、東京都西東京市のゴルフ練習場で倒れ、同日午後3時21分に、搬送先の小平市の病院で死去。死因は、拒欠精神疾患で、 30年前より、糖尿病にかかっていた。愛で死であった、柴田山、元大野区には死去の知らせを受けて、全く体調が悪いところはなかったのに、気持ちの整理がつかないと話し、さらに、ゴルフの練習に行っていたのだから、俺より健康だったと思うとも明かした。没後に、清厚院輝さん、解決孤児の解名が付けられた。2014年5月23日に、 つや、通夜5月24日に本、本奏、告別式が、宝泉寺、東京都中野区にて、それぞれ営まれた。解決、西森は、身長187センチメートル、体重92キログラムの大袋から繰り出す、大外狩りや、小内狩り、総足払いに長寿、柔道選手としても、その将来を期待されていた。特に目立った成績を残したのは前日の通り、 報道館で行われた春季紅白試合での6人抜きで、1966年5月15日に、催された試合当日には2段以上の猛者約550人が、本、ひしめく中での快挙であった。当時2段くらいであった、大学1年生の西森は、同じく2段の藤塚、法政大学を、小内狩り、佐々木、日本体育大学を、大外内、押しを、 青山学院大学を総足払い、会や、法政大学を合わせ技、小池、国士舘大学も合技、石本、日本体育大学を技腕破り、七人目の柿壺、日本体育大学を相手に不要意に、場外へ足を踏み出して、注意で破れもの、の、その存在感を大いに示した。なお、この紅白試合では、西森のほか、 2段の部で、日本大学2年の町田みのりが7人抜き、3段の部では、同大3年の石井茂義が6人抜き、同じく、日本大の4年生、吉田健一が10人抜き、東京教育大学2年の藤川淳が6人抜きを、達成。西森を含め5人が、いずれも抜群商談を許され、抜群5人のうち4人を、日本大学の学生が占めるという異業を仕遂げた。 日本大学は紅白試合1週間後の5月22日に日本武道館で開催された第15回東京学生優勝大会にて決勝戦で中央大学を1、1の僅差ながら内容価値で下し7度目の優勝を果たした。しかし直後6月18日の第19回全日本学生優勝大会では決勝戦で同じく中央大学と 相対すると安倍コベにレ3で敗れて優勝期を譲っている。当時監督として、日本大学の柔道部を率いていた、佐藤虎三郎は、西森と一年先輩の町田の抜群に選手を、両大会の選手には選抜せず、柔道評論家の黒田岳も、この二人を出場させたとして、期待通りの好成績を上げ得たかどうかは疑問。大試合での経験不足が、二人を、 両年の戦力として温存せしめたのであろうと推察している。いずれにしても、西森は、この両大会では応援する側に回り、直後に相撲界に転校したため、その後柔道界で名を残すことはなかった。西森と共に将来を嘱望された一年先輩の町田は、四段くらいで大学を卒業後に、郷里の鹿児島へ戻って、鹿児島県警察に報職。 しかし全日本選手権大会は愚か全国、警察選手権大会を取ることも叶わず、平凡な選手のまま現役生活を終えている。黒田武史は、町田を引き合いに出しながら、西森が柔道界に残ったとして、その素質は、認めるにしても、全日本選手権大会で優勝を争う、大選手に成長していたかどうか、それは、であるとも述べている。 現役時代に出演。以下は、離れごまう館時代に出演。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。